羽ばたけよ。 剣とは兵法とは。戦いの探求は尽きることはなかねえ。おいが鬼で、おまはんは桃太郎。遠慮はいらんど。だ、誰だてめえ。 逃げんじゃなか。 敵はおまはんより強か。命削らんね。承知いたしました。奴の疲れ衰えるはずだ。 その兆しを見逃すな。こんなんが相手じゃ命が幾つあっても足りねえ。どうだ、今日はうちの大将の日だってことよ。怖い怖い、無理無理、お家に返して。波風に西の秋の海よ、さらに波風に。そいつにゃ田舎で待つ恋人が。 いないや。薩摩隼人は虎に勝って一人前よ。おまはんらも試すとよか。虎など少しばかりいかついネコだと思えばよいのだ。島津様の戦下手にはもうついていけないよ。情けなか。おまはんらのお首を 棚にあげるんじゃなか。この戦どうせ負けたって逃げるが勝ちよ。おお、戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。へい。後ろ傷が不明よ。まあ普通はそうであろうな。クソが島津様に合わせる顔がねえ。 気にすんな。今のうちに行け。兵法も剣法道理は同じじゃ。抜く前から勝負は決まってんど。つらいな。背の傷なんかより笑いをこらえるのが。どけどけ。俺の逃げ道を開けろ。あの方にとってみれば勝負増強も大差あるまい。 弱気は切られる。敵も味方も関係なか。こんな時のために鍛えてきたんだ。逃げ足を。虹の隙間照らせば一目瞭然よ。天道昇乱。一輪の束。
それがしと共に戦場をかき分けてやりましょうぞ。それだけの覚悟で臨め。よい。今の老いにはもったいなか。老いはただの鬼、名もなき一匹の鬼じゃ。剣に見えられたか。駒として扱うにも危険だ。父ちゃんが言わんで黙っておいに。切られんかい。島津戦法釣りの伏せじゃ。おまはんら罪じゃ。不正しおの子よ、急ぎ戻ってきんしゃい。承知いたしました。島津様に用事か。悪いことは言わねえ。引き返しな。我が動き出す。その意味を知るのに。ことはすでに終わった。力をもらったような気がするぜ。東京魂見せてやる。やはり島津殿はお人よしが一番。いや、なんでもなか。お見事。この道の果てに誠のうつつが。照らし尽くせ、アマテラスよ。この世にはびこる無知蒙昧、愚かなるいさかいの火を。